皆さんおはようございます、さくらみかです。よろしくお願いします。お願いします。はい、普段は東京を中心に活動しています。今日は大阪遠征2日目です。朝早いですが皆さん楽しんでいってください。それではまず1曲目、とっても盛り上がる曲です。一緒に声出してください。聴いてください。どうにも止まらない。皆さん手拍子お願いします。オリジナル T シャツございますので、ね、ここに飛び込んで濡れたとしても着替えて2部も楽しんでいただけると思うのででも飛び込まないでね。はい、ということでですね、次の曲は皆さんに感謝の気持ちを伝えたいと思います。それでは聴いてください。ありがとうフォーバー。大きな希望と夢を持って、ふるさと離れネオンの中、ときめいた心今も忘れない。見たことない世界はまるで真夜中の眠った遊園地、不安と期待が入り混じる。ありがとう、ずっとこの想い胸に溢れ続ける。不安瞬間に出
同じ時を過ごしたくて Forever 1秒1秒が大切な一度の人生だから、時につまずいたっていい、思い切り泣いたっていい、ゆっくり顔を上げて、何があったって立ち上がり、二人で乗り越えてゆこうよ、一ページずつ物語がほら生まれてゆくよ、奇跡のようなあの瞬間に出会えた、あなたに伝えたいありがとう、これからもよろしくね、同じ時を過ごしたくて、この想いを届けたくて、 Forever。 ありがとうございます、ありがとうございます。西内まりやさんのありがとう Forever という曲でした。私の大好きな曲です。はい、ということでラストの曲はオリジナル曲となっております。とっても盛り上がる曲なので、よかったら一緒に声出して盛り上がっていきましょう。聴いてください、 My Favorite から。私だけの赤いワンピース、今すぐ着替えて
ありがとうございます。桜美香、この後13時15分からもここで出演があります。よかったら見ていってください。そして物販はこの後お隣でやってます。よかったら T シャツゲットしてください。それでは以上、桜美香でした。ありがとうございました。